皆さんこんにちは、川波南雄でございます。先週までずっと舞台の本番があってなかなか家にいることがなかったんですけども、その間にですね起こっていた我が家の水槽の悲劇と戦いご覧ください。これはひどい。苔が蔓延しております。ちょっと苔が出だした時に手は打たなきゃと思ってたんですけどね、忙しくてなかなかできませんでした。こちらの水槽はですね、もともと余ってた水草を入れ込んでおっただけの、水槽、水草をストックする水槽だったわけで、ひとまずは、このまだ生きてる水草たちを取り除いてまいります。抜くのがめんどくさかったヘアグラスだけを残して一旦すっからかんです。ここで生物兵器を投入いたします。その名も石巻貝。アクアリウムされてる方やったらもう定番中の定番のコケ取りの貝でございます。こちらを5匹近所のホームセンターで購入してきまして、投入です。もう入れた花からね、こうやって壁面の苔をパクパクと食べ出します。わかりますかね、これちょうど貝のくっついてるところの右上の方に小さい穴がパクパクしてるんですけども、これが口でどうやら苔を順番に食べていっておるようです。まだ足りぬ。最終兵器を投入いたします。そのリーサルウェポン、最終兵器とはこちらでございます。大和沼エビでございます。こちらの大和沼エビも苔取りの定番でございます。南沼エビと比べてよく人によったら3倍ぐらいは1匹で苔を食べると。体もこれ大型で、買ってきた大和の前エビで3センチから大きなった5センチぐらい、5センチ近くの大和の前エビでございます。昔ね、金魚の水槽に大和の前エビ入れて弱った金魚が食べられて、ほんま漫画に描いたみたいな骨だけなって、それがトラウマでずっと大和は敬遠してたんですけども、この際言うてられへんので大和の前エビを投入です。水合わせも終わりまして、水槽の方に大和の前エビを移してまいります。動きもね、なかなか元気で、すくうのにも一苦労いたしました。こちらの大和沼エビも5匹、この30センチ水槽の中に投入いたしまして、入れてすぐはね、少し戸惑っていたんですけども、あれをもう1分も経たないうちに、むしゃぶりつき出しました。見てください、これも入れて本当にね1分経ってないぐらいですけども、苔を察知してベリベリと壁面の苔をね、小さな手でこうつまつましながら、これね、一個一個これ取って口に取って口に取って口にっていう動きをしているようです。これは期待できます。まずは比較のために、これ生物兵器を投入する前の水槽です。1日経ちました。これたった1日でですね、もう見てわかるぐらい、これ右のね辺の苔、壁面の苔っていうのが剥がれてきております。これは石巻貝なのかな、大和なのかな、どちらかわからないですけども、頑張って戦っております。そして2日目、右側の方が、壁面剥がれておったのがだんだん真ん中の方にも広がってきて、目で見てパッと分かるぐらいに苔の方は少なくなってきております。やるな、石巻貝と大和沼エビ。3日目でございます。
これ映像では分かりにくいかもしれませんけども、今まで見えなかった水槽の中身がちゃんと水槽の外から観察することで見えるぐらいにまで壁面の苔が減ってきました。そして4日目、5日目、6日目と仕事が忙しくて動画撮れなかったのですが、これ1週間経った水槽です。分かりますか、ね、中央部分、これほとんどのこう苔がなくなってきております。あとサイドと右下左下のあたりに苔が残っておりますが、圧倒的に綺麗になってます。最初こんなだったのがこうなりました。まだもちろんこれ底のねソイルの上の苔ですとか、あの細かい苔っていうのはたくさん残ってるんですけども、これ物のあと1週間もしたらもう完全にピカピカになるんじゃないですかね。うん、大和沼エビ、石巻貝、恐るべしだ。ちなみに大和沼エビちゃんたちはですね、こう壁の苔を食べ飽きたのか、だんだん底のねこういったこう残ってる苔を食べるように移動してきておるようです。よく戦ったぞ、大和、石巻貝。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いいたします。ほな、さよなら。